本当にいいお湯。ママ、体の芯から疲れが取れるようだ。常にお湯があふれるほどの豊富な湯量、源泉かけ流し、あ、最高。ふむふむ、成分はマグネシウム、ナトリウム、炭酸水素塩温泉とな。ポカポカして気持ちいい。おお、湯気か。地元の川魚や山菜を使った創作料理です。早速いただきましょう。お、これはニジマスだな。群馬県産の最高級ニジマス、銀光。しかもお作りだなんて。うむ、油が乗ってうまい。こっちの一品、嬬恋名産キャベツの千切りを添えた赤城牛のビーフカツもいただきます。サクサクな衣とお肉の相性が抜群。いろんな場所を巡ったけれど、セイバー君はどこが一番印象に残ったかしら。難しい問いだ。一番となるとどうにも決められぬ。口にしたものは全てうまかった。景色もそこに暮らす者たちの笑顔もどれも良きものだった。いおりくんが言いそうな優等生回答ね。そうか。ではそういう武蔵はどうなのだ。もちろん私もどこも楽しかったです。またこんな風に旅して巡りたいものです。うむ、次はいおりも連れてこようではないか。そうね、いおりくんにかやちゃんに、他のマスターやサーバントたちも誘って、団体さんで旅しちゃう。それはそれでよし。うむ、楽しい道行きとなるぞ。きっと行こう、武蔵。ええ、きっとみんなで行きましょう。約束。